いっぱいだ、入れない、さあどうする。車椅子の方がいっぱいで入れなかった？どこに入れなかったんだろう。多摩川の近くに位置する大田区の下丸子4丁目町会は、令和元年東日本台風が発生した際、思わぬ問題に直面しました。すでにいっぱいだったとかですね、皆さんが少し右往左往する時があったというふうに聞いております。階段上がれないお年寄りかとかね、障害者の方とかってやっぱり心配だと思うんで、それはやっぱりどっか必要じゃないかなっていうのは痛感しましたよね、はい。区が指定している水害時の避難所は十分な広さがない上に、町会からは徒歩でおよそ20分と遠く、さらに高齢者や車椅子で移動する方にとっては道中の段差や階段などもネックになり、利用困難だということが浮き彫りに。そこで町会はまず避難行動要支援者が避難できる独自の避難場所を探すことにしました。そして会合を重ねた結果、候補として挙がったのが、町会が会合場所として利用していた障害がある方の就労を支援する施設でした。会合の時にこちらを利用させていただいてまして、ここもね、なんかお願いして利用できればいいんじゃないかなという思いがあって、特別出張所とかに相談をして締結できる形になったんですよね。町会内に位置し、スロープやエレベーターなどもあって、高齢者や障害者の方が利用しやすいこちらの施設を水害時の一時避難場所とできるよう協定を締結したんです。地域の中で運営していくというその方針に非常に沿ったものになりますので、うちとしても積極的に関わっていかせていただきたいと思ってはいます。そして両者の関係が強化されたことにより、町会は区の冊子や町会紙の配布などをこちらの施設に委託、町会の負担軽減、施設利用者の仕事につながるなど良好な関係を築いています。普段町会などで利用している施設が避難場所になることも。災害時だけでなく、日頃から関係を強化することでお互いにメリットが生まれるかも。突然の大雨が増えているので、前もって避難所の確認をしておこう。